とそき、左が酒月台に乗せられた酒月、右が調子。塗そ、または、おと祖とは、一年間の邪気を払い長寿を願って、正月に飲む縁起物の酒であり、風習である。塗そとは、外という悪気をほふるという説や、悪気をほふり魂を蘇生させるという説など、わずかに異なる解釈がいくつかある。中国の五官の時代に、カが発明した薬種であり、 平安時代初期の佐賀天皇の時代に日本に伝来したとされる。数種の薬草を組み合わせた、塗素酸を赤酒、日本酒、みりんなどに浸して作る。塗素は通常、塗素器と呼ばれる、敷揃えによって供される。塗素器は、塗素酸と日本酒、みりんを入れる、調子、塗素を注ぐ酒重ねた酒を乗せる酒台、これらを乗せる盆からなる。塗には、 湿気性、陶磁気性、ガラス性など様々な種類がある。小、中、大の三種の酒を用いて飲むが、一人これを飲めば、一家室なく、一家これを飲めば一理病なしと言われ、日本の正月の前などに飲まれる。元日の朝、年少のものから年長のものへの順に飲む。塗装酸の一例日本酒に溶け込んだ、塗装酸塗装酸の処方は、本草項目では、赤受けら。 軽心、暴風、大王、鳥頭、赤あずきを挙げている。現在では、参照、最心、暴風、日記、環境、白術、気境を用いるのが一般的である。人により、権威の効能があり、初期の風にも効くという、時代、地域などによって、処方は異なる。漢方薬と同様、ある人物の威弱や風に効いたからといっても、 他者に当てはめるのは危険である。白術一つとっても、むくむほど、水分滞流体質の人には良いが、水分不足体質や、水分代謝機能の高い体質の人が飲むと、炎症悪化や、血行不良等につながる恐れがある。生薬や、土素酸の処方に関する専門知識を有する者に、引用の是非を尋ねることが望まれる。もしくは食用レベルにまで、処方量を減らし、 薄めることが無難である。正月に塗装を飲む習慣は、中国では、唐の時代から確認できるが、現在の中国には見当たらない。日本では、平安時代から確認できる。二十九日、大港に泊まれり、串振り生えて塗装百三種加えて持てきたり、志あるに似たり、元日、なほ同じ泊まりなり、百三をあるものよるのまとて、 船や肩に差し挟めりければ、風に吹きならさせて、海に入れていんまずなりぬ。芋しあらめも、仕方めもなし。かよのものもなきくになり、求めもおかず。ただ押しあゆの口をのみぞうふ。この数、人々の口を、押し燃料もし思うようあらむや。今日は、とのみぞ思いやられる,る。九うの門の尻くめ、縄のなよしの頭ひのらぎらいかにとぞ言いあへる。きつらゆき。 土佐日記宮中では、一根目に土素、二根目に白山、三根目は土明さんを一根ずつ飲むのが決まりであった。貴族は土素か白山のいずれかを用いており、後の室町幕府は白山を、江戸幕府は土素を用いていた。この儀礼はやがて庶民の間にも伝わるようになり、医者が薬代の返礼に土土素山を配るようになった。現在でも、薬店が、 年末の景品に塗装さんを配る習慣として残っている。年末が近くになると一部の薬局、薬店でティーバッグタイプの塗装さんが販売、もしくはみりんに添付されている場合がある。日本酒、みりんなどをコップなどの容器に注ぎ、袋に入った塗装さんを大晦日の夜につけて元旦にいただく。国税庁その他のお酒に関するものを塗装。 中国古代の年中行事第一冊春、P94-2009 年、中村雄一著、旧古書院なお、同書では、寮の、軽素祭実期における、土祖種への言及は、青木商事、中村隆らが、すでに指摘するように、後代のものの混入であり、おそらく隋の森光線の中に基づくのではないかと、している。中国古代の年中行事第一冊春、 P90 年中行事時点 P542,958 年5月23日、初版発行にし、各商協編答共同出版。年中行事時点 P542,958 年5月23日、初版発行にし、各商協編答共同出版。小笠原隆史詳細。 武家のしつけ子供の礼儀作法公文写真書2016年 ISBN978 から4から 334039424P156 税制上も未輪に類似することになっている。ありがとうございます。